ディスークのフィシーフフィシーフはお祝いで食される伝統的なコプト料理である。地中海と紅海の両方に生息する灰色のボラを乾燥、塩漬け、発酵させたものである。フィシーフはエジプトの古代からの春の祭典であるシャンムナシームの最中に食べられる。フェシーフを準備する伝統的なプロセスでは、天日で魚を乾燥させてから塩で保存する。 このプロセスは非常に複雑で特定の家族で父親から息子に伝承される。エジプトではこの職業はファサカニという特別な名前で呼ばれる。エジプト西部では白身魚を代替として使った。毎年地元の人々がこの伝統的な漬物を食べるシャム、ナシームの期間中、誤って準備されたフェッシーフによる 食中毒の報告がエジプトの定期観光物に掲載される。2012年4月、カナダ食品検査局は、トロントの店舗で販売された丸ごとのボラのフェシーフ、油漬けの切り身のボラのフェシーク、丸ごとのニシンのフェシーフのリコールを発表した。ボツリヌス菌に汚染された可能性のある製品の、消費に関連する3つの症例が報告された。ありがとうございます。